皆様本日は久世流行寿司元秋の結婚パーティーセレモニカルにご来場いただき誠にありがとうございます。私本日は簡単な司会を務めさせていただきます。久世君の大学時代の友人の川原博と申します。昨日頼まれたんでいまいちわかんないですね。なるほど。簡単にお祝いの言葉をですね、アドリブで言わせていただくと、久世君は大学の時から非常に変わっててですね、当時はファッションをすごい志していて、今いろいろデザインとかもやられてきたんですけれども、そこからどういうわけかいろいろこう変遷して舞踏の道に入ってですね、その活動の中で亜希さんと出会われて、亜希さんは書道をやられている方とお聞きしているんですけれども、そういったその共通する芸術というものをやられているお二人が、今日こういう形で結ばれたことを非常に嬉しく思っております。ではまずはじめに新郎の久世君より、ご挨拶を申し上げます。皆様本日はお忙しい中、またお暑い中、お足を運んでくださいまして誠にありがとうございます。私と、妻の亜希は、昨年の4月から、亜希の仕事と申しますか、住んでいた、横浜の方で、暮らさせていただいておりまして、昨年の9月の誕生日に、私の方からプロポーズいたしまして、昨年の、11月22日に、ベタなんですけど、いい夫婦に、すいません。それでですね、結婚式場をいろいろ探していたんですけれども、いろいろとホテルですとか、そういった式場を専門のところとかも見ていたんですが、どうしても自分たちにはしっくりこないなというところで、いろいろと考えたあげく、私たちが出会ったそのゆかりの場所でもある、踊りの稽古場を、挙式の場所として選ばせていただいて、そこで、今年の4月に、私たち2人とあと踊りの師匠を、ご紹介いただきまして、挙げさせていただきました。本当に小さい式だったので、皆様にはお越しいただけなかったんですけれども、今回この場所で、こういった記念のパーティーを行わせていただくことで、少しでも今までお世話になった、感謝の気持ちを表せたらいいなと思っております。短い時間ではございますけれども、十分楽しんで、食べて飲んで、楽しんで帰ってください。本日はありがとうございます。では皆様でお手元にグラスはございますでしょうか。乾杯モードに移りますので、飲み物ない方はお願いします。